どうもヨガインストラクター宮本です。お久しぶりです。さて今日のヨガなんですけれども、宮本、はい、なんすか。いいから、いや今ちょっと、いやちょっとネクタイしてこれ。どうしたんすか。これだよ、これ。これ、なんすかこれ。ダメだな、お前は宮本。すいません。すいませんじゃねえよ、だからダメなんだよ。だってわかんないですよ。あんな、はい、日常のどんな些細な出来事も有意義にするか、無意味にするかは自分次第なんだよ。はいじゃねえよ。はい、すいません。ほんとダメだなお前は。いやでも基本パニックですよこれ。なんだよ基本パニックって。落ち着け。いやもうだっていきなり連れてこられて、もう先ほど言うセリフもちょっともう分かんなくなってるし、寝込むのも置物だし、ダメだし、今されたし、そりゃパニックになりますよそら、ね、バカだな。だから、はい、この動きだよ。この動きですか。この猫ちゃんを見て、はい、かわいいって思うか、はい、な、それで済ましちゃうか、はいはい、それか何かのメッセージなんじゃないかって資料を巡らすか、そういうことの積み重ねで人生って変わってくるんじゃないかな。ね、先輩すごい深いこと言ってるんですけど、猫の獣ですからね。んなこと分かってんだよ。でも俺だぜ。俺の日常見渡してみても何にもなかったよ。ええ、何にもありませんでした。そしたらさ、もう自分で作っていくしかないじゃん、はいはいはい、と思ってこれを買ってきたってわけ。え、これ買ってきたんですか。わざわざ自分でですか。ああ、これを一目見て俺はこれだと思ったね。はい。なんでこれ。ダメだなお前は。俺は一目見てピンときたよ、はい、この動きだよ。どう思う。いや、どう思うって言われても、あ、あれですかね、なんか何かを見守ってるとかですかね。何を見守ってんだよ、バカだなお前は。なんだよ、宮本を見守ってんのか。宮本を見守ってる代か、なきゃねえだろう。いや、まあそうですけど、何なんですかこの動き。この動き、これはヨガだ。え、一目見てピンときた、これはヨガだ。だが俺にはヨガのことはさっぱりわからん。そこでお前だ宮本。はい。宮本、この動きにはどんな効果があるんだ。やってみないとわからないですねこれは。あ、そうか、やってみればいいんだ、うん、よし。え、先輩というわけで、今月のヨガです。まあそろそろ寒くなったということで、体を温めるヨガです。先輩はもうずっと温めてますけれども、はい、行きましょう。肩幅に足を広げます。少し広いぐらいでちょうどいいです。そして膝を曲げます。でこの時に腰、失礼しました、かかと重心にします。決して前に重心をに移すのだけは見てください。かかと重心です。そして手をまっすぐ伸ばします。でそこから大釜を抱きかかえるように手のひらと、少し近づけます。近づけすぎないようにしてください。このぐらいですね。でできる方はどん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 下まで下げましょう。この時にかかと重心を忘れず。そして呼吸です。鼻から吸って口から吐く。口から吐く時に必ず、歯の裏に舌をつけて吐くようにしてください。呼吸します。というふうにですね、これを呼吸、この体勢でずっとやっていくと非常に大きい筋肉を使います。ということで体の代謝がどんどん上がってですね、冬に最適な非常に体を温めるヨガだと思います。ぜひやってみてください。宮本、分かったぞ。はい、これは動機を激しくするヨガだ。冬にはぴったりですね。お疲れ様でした。